2015年1月5日、中国、寧夏回族自治区、銀川市で、走行中の路線バスから出火し、乗客17人が死亡、30人以上が負傷した火災で、同市警察当局は、放火の疑いでバスに乗っていた男を逮捕した。中国中央テレビなどが伝えた。調べによると、男は火をつけた後に現場から逃走。建設中のビルの屋上で、ここから飛び降りるなどと話して立てこもった。その後、警察の説得に応じて投降し、逮捕された。逮捕時、男のズボンは焼け、足がむき出しになっていた。容疑者は、火災発生前、ネット上に、自分を燃やすのも怖くない。さよなら、美しい銀線などと、遺書らしき文章を残していた。知人によると、容疑者は、雇用先から給料未払いにあっていた。